イガース。どうもタイガースですガオーということで本日ご紹介するのはこちらハウスオブメモリーズでーす。今入っているところが実際にもともと執務室だった場所となっております。こんな歴史的建物で食べるご飯は一体どんなお味なんでしょうか。早速食べていきましょう。こちらのメニューはなんと新聞のような感じでおしゃれに作られています。ミャンマー人の方々からするとちょっとだけお値段はお高め、観光客の多い場所となっております。ミャンマー料理専門店といっても他のミャンマー料理とはやはり一味違う。外国人向けで油少なめで味がうまい。ここは本当におすすめです。うまい。こうなったら止められないのがデブ忍者。というわけで美味しいご飯をたくさん食べて歴史にも触れたひととき、皆さんもいかがでしょうか。旅行の際にはぜひお越しください。ガオー。